じゃあ撮ります、撮ってくださいね、はい、はい、始めます。いやー緊張するな、でかいからなんか。これだと効かないです？触られてる程度には。なるほど、じゃあ普通の指輪しますやっぱり、はい、あんまりね、なっちゃいますよね普通。でもなんか、下手でも気持ちいいとおっしゃってましたね。はい、場合によりますね。あ、場合によるんだ。やっぱりそのやり方で、はいはいはい、結構そのリズミカルな、あ、はい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 、せわしいのってダメなんですよ。あ、はい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 、あれだとやっぱり、うんうん、うまいなって思っても合わないなみたいな、うんうんうん、ああなるほどなるほど。それだったら割とその持続圧でガツンと入れてくれた方が、はい、その多少下手でも弾いてるように感じるんですよ、はいはいはい、ああなるほど。でゆっくり持続圧がお好きなんですね。そうですね、はい、今どうですか。今大丈夫です。はい、ただこう、はい、左は割と凡人なんで、はい、あ、そんなにいらないんですね。右の方があの、はい、右はもうハードにしてないと、はい、なんかわけわかんないですよ。硬いなあ、左は凡人なんですね。左は凡人なんで右はプロなんですか。右は変態です。右は変態なんだ、はい、なるほど。あ、でも確かに左右差結構ありますね。なるほど、確かに左の方が柔らかいですね比べると。はい、ただまあそれでも、はい、左でも多分普通の人の強もみぐらいですね。多分その棒とか使うからまた硬くなるんですよね。いや、あの結局硬、はい、くなったとしても、うんうんうん、その場をしのぎたいんですよ。ああ、なるほど、確かに。だってしのがないと死んじゃうから。死んじゃうんですね、はい、あのなんかもう気持ち悪くなってくる感じですか。もうなんでしょうね、うんうん、あの頭を常にこう潰されてる感じですよね。嫌ですね。だからその咳とかすると、はい、もう死にそうになります。え、咳で悪化するんですか、その頭の感じ。なんでしょうね、もう脳の圧が高くなるような感じで、はい、あ、もう頭痛いみたいな。あ、であとは咳した瞬間に、はい、筋繊維こう、はい、全身の筋繊維プチプチ切れるような感じで、放散痛ですよね。ああ、もう痛い、病気ですね。結局これ病院に行っても異常出ないじゃないですか。ああ、はい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 。なんでもうずっと十数年こんなままです。へえー、あ、もう10年以上前からそうなんですか。そうですね。へえー、どうですか今押し加減は。何も感じないです。何も感じないですか。あ、本当ですか。それは困るな。皮膚感覚ぐらいはありますよ。はい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 。そう、もうその辺なんか無ですね。無？無。マジですか。はい。ちょっと麻痺しちゃってる感じですか。そうですね。佐藤さん、ちょっと叩いてみましょうか。はい。はい。無ですか、それは、はい、撫でられてるぐらいな感じです。あ、これどうですか。どうなんでしょう。感覚は、感覚は、はい、まあ、表面ペチペチぐらいの感じ。表面ペチペチ、はい、奥に来てる感じがないんですね。ないですね。あ、そうなんですね。すごいな。この一個であるのはどうですか。まあ、さっきよりは、うん、強くなったなっていうほどではないって感じですかね。その、まあ、さっきに比べればまだ少しあるけどぐらいでしかないっていう。そうですね、奥に来る感じは全然ないですか。ないですね。はい、はい。特になんか感じるとかいうのはない。
はい。あすごいですね。あんまりじゃあこう押されてて痛いとか感じることって全然ないですかね。あの、はい、やっぱりさすがに骨に入ると痛いですよ。それはもうまた違う話ですよね。あとあれですね、はい、下手な人がやると、うんうんうん、皮膚が痛いとかはありますよ。ああ引っ張られて痛いみたいなとか、はい、はいはいはい。でもその何でしょう、そのガツンと入ってて痛いみたいなのはないです。なるほど。はい。だから痛い時は違う痛いだけですね。ああなるほど。聞いて痛いみたいなことはもうないんですね。ないですね。そっか、そこまで行くんですね。私多分それ一番あの丹野さんだけですね、そういう人。そこまで硬くなってる人 初ですね。自分はこれがずっと普通で来たから、うんはいはいはい、あの世の中の辛い人がこのぐらい辛いと認識してました、はいはいはい、ああいやそんな人まずいないっすだから、うん、そういうのも分かったのが、うんはいはいはい、つい最近なんですよ。あそうなんですね。だからあれこれ世の中みんな辛いっていうこと辛くないんじゃないいや辛いんですよ。みんなもそれでも十分ただ多分咳をして頭が潰れそうになるって人はあんまりいないっていうそうか、でもそうなんかその脳にまで来るぐらいなんですね。そうですね。なんか高く圧が高くなってくる感じとかがあるんですね、はい、咳とかくしゃみとかダメですね。あそうなんですね。もう頭痛くて、でも押した感じそこまでなんか別次元っていうのはないんですけどね。だから普通に押してる感覚ではこれで、はい聞きそうと思うんですけど、聞く感じは全然ないんですね。その一層二層奥っていう感じなんですよ、うん、ああ、もっと奥にそれがこう正体というか、はい、してほしいとこがあってみたいな感じですかね、はい、だから、うんうん、結局表面柔らかいんでだいたいこう凝ってないよって言われるんですけど、はいはいはい、ああ、でもね、それは違いますよね。そうです、だからその奥なんですよ。うん、なるほど。で針やっても、うんうんうん、なんか針の頭がこう削れちゃって、はい入っていかないよみたいなことを言われて、あそうなんですか、はい、針の頭が削れて入らない、はい、それもそれって多分それもねすごい珍しいことですよね。珍しいみたいですね。うん、なんか普通の人は1本の針を2、3回使えたりするらしいんですよ。はい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 、はい、でも一回でもうダメになっちゃうんで。へえ、そうなんだ。じゃあこう見えないところにそういう問題が。多分そうなんでしょうね。ねで結局その押し込まれたいところまで大体届かないんで。でそれで時間はどんどん長く取るようになって、あでさらに回数も結構受けるようになっちゃうんですよ。ああそれもお金かかっちゃいますね。ああもう今年に入ってから何十回って言ってるんで、そうなんですね。そうですね。それも、あのお金なくなったあれですよ、原因ですよ。そうですよね、はい、結構ここは一軒あたりがどうしてもね高くなっちゃいますもんね。なん5000円とか、はい、1月とかひどくて、うん、多分20、30万使ってます。すげえ。整体に20万。はい、すごいな。あの多い時なんか週4とか5とか、あそのぐらいで行くんで。でもしんどくなるとね、行きたくなりますもんね。はい、あの田野さんのお家のね、壁の柱の棒も、はい、結構長さありましたもんね。あれを入れ込むんですもんね。あれ入れ込みますと。でもあそれって、はい、そのまあ深部は届くと思うんですけど、はい、表面のところは痛くないんですか。さすがに皮膚は痛いですよ。はい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 。そっかそっか。でも、まあ、そうしょうがないと思ってやってる感じですか。しょうがないですね。あはい、ほぐさないと死んじゃうんで。死ぬっていう恐怖がもうあるんですね、はい、いやあのまあどっちかっていうと死にたくなるっていう方ですね。あなるほど、はい、もう死ぬほど辛いっていうことですね。そうですそうです。あそっかそっか。確かに肩こりで死ぬ人はいないでしょうけども、うんもう死にたくなるほど辛いんです。ああ丹野さん今すごいいいこと言ってると思います。あそうですか。はい、あの
すごい共感が今あると思います。その死にたくなるほど辛いっていうのはいらっしゃるんで、だいたい言うと笑われるんですよね、うん、いや全然笑えないですよ。いいことだと思います。いやそんなことないよみたいな、肩こりで死ぬなんてみたいな。あーでもそれは多分経験がない人ですね、はい、そうですね、はい、あーなるほど。それはでもそんなことないですよね。本当に死にたくなるほど辛いですもんね、はい、お客さんにも結構惹かれますよ。あ、そうですか、はい、私そんな変なこと言ってる気しないですけど、あ、自分の肩こりなんか大したことありませんでしたみたいな。あ、でも確かにそういう話で言えばそうだと思います。丹野さんレベルな人は私、はい、ナンバーワンですもん。丹野さんが一番だと思います。なんかこのさっきのトーク戦だって、はい、触られ なんか表面をペチペチっていう表現の仕方した人初なんで、結構凝り強い人でも、はい、あれやるとこう深部にしあのなんか刺激がいくんですよ、はい、でも全然感じないっておっしゃったのは、はい、丹野さんだけなので。あ、そうなんですか。そうですね、俺もっと割とガツンとくるもんだと思ってます。いや、ガツンとくるんですよ大抵の人は。でもその針が折れる人はもう違うかもしれないですね。針が折れちゃうんですよね。折れちゃうというか削れちゃうでしたっけ。はい、針先が丸くなっちゃう。あー、へえ。だからその刺してる最中に針先が丸くなっちゃうからもうそれ以上刺さらなくなるみたいな、うん、へえ。特殊な体ですよねそれ。もうこちらだとまあこれでもいいかぐらいな感じですか。足りないですか。全然まあ物足りないかなっていう気はしますけども、はいはい、感じてはいます。ああ、そうなんですね。これどうですか。まあまあ。さっきの肘よりは効きます。それも変わんないですか。あんまり変わらないですね。ああ、そうなんですか。はい。わあ、これは大変ですね。女の人ではちょっと女の人で十分って思ったことありました。はい、はい、手とか足ですね。あ、そういうこう、はい、割と柔らかい筋肉はそんなにガツンと入れなくてもいいんですけど、はい、あ、でも背中では、ね、背中はないですね。あ、やっぱり、はい、ね、やっぱりその何でしょう、一般常識を押し付けられるんで、はい、はい、あ、もうこれ以上はダメですよっていうところに行っちゃうってことですね。はい、まあ、確かに。というかあと物理的に多分そこまで、まあそうでしょうね、圧、ね、はい、やっぱ体重が、はい、だから、うん、その物理的に無理っていうのを言ってくればいいんですけども、はい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 、できるけどもやりませんよみたいな、ああ、その雰囲気いらないよみたいな、あれ言ってほしいんですよね。はいはいはい、じゃあ私正直に言います、物理的にできません。あのそのさすがにそんなに無理なんだよ、ふざけるわけじゃないんで。大丈夫です。はい、よかったです。なんでしょう、その、正直に言えばいいのに、はい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 、できるけどやってないみたいなふりをされると、あ、はいはいはい、やっぱりカチンとくるんですよね。そうですよね。じゃあ手抜くなよと。うん、でもこっちはもうやってもらって構わないんだよと。はい。はい、壊れますよとか言われても、いや、別に壊れたことないしみたいな。はい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 。はい、そうですよね。